友近のサタデーミュージックボックス。居酒屋とか行ってもやっぱり板を隔てた向こうで若者たちのコンパみたいなのではピスタチオとかのモノマネしてるのみんな。暴電会とかでやっぱりやるんやろうなとかも言いながら。でも森慎一さんとアントニオ猪木さんっていう <laughs> とこのチョイスは別に旬でもないし、まあ王道というか王道ですね。それがいいと思います。ええー。まあ森慎一さんのモノマネで言えば、うん、まあ顔真似はね、 あの、コロッケさんとかいろんな方がやってるから、それを真似たらいいと思うんですけど、まあ、スパイスを加えるとしたら、そうですね、川内広範先生に怒られた時のモノマネとかでしょうね、多分。ええー、あの、虎への羊羹を持って謝りに行くモノマネとか、勝手に前奏の前に言葉入れてすんませんでした。みたいなところのモノマネ違うかな。ただまあ、そこをみんなが覚えてるかとか、 っていうとこにもよりますけどね。うん。まあ、だから、おふくろさん用のフレーズでももちろんいいですし、襟りもの、えりの,のところが好きやな、私は。襟りもみさきの。あそこをやたらと伸ばすっていうモノマネとかどうですかあと、アントニオ猪木さんはそうですね。うん。まあ、顔真似から入って、 アントニオ猪木さんが言うことやろうな。あとは、黒柳徹子さん曰く、えっ、ー、と、アントニオ猪木さんは、よくスクワットをやってるって言ってたから、マ、まあ、スクワットをするとか。<laughs> だから、そのエピソードを知らないと笑えないみたいなのはね、ちょっとまあ、滑る恐れがありますから、あれですけど、でも分かる人が分かってクスッとしてら嬉しくないですか、えー、そういうのをちょっと取り入れてみたらどうでしょうか。はい。 そして、ニュースもね、いろいろ入ってきてるみたいなんでね。いや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 、そうですか。なんか、あの、良かったんじゃないですかというニュースがね、えー、オリエンテルラジオ藤森田中みなみ破局という。<laughs> これはお互いにとってよ。やっぱり、あのー、付き合うのもそうやし、別れるもそうやし、幸せに向かってやることですからね。ええー。ですからお互いにとって、 えー、別れよってなったってことは再出発ということですから、よかったってことですよ。まあ、あの、田中みなみちゃんの両親が藤森慎吾のことを反対して、それでみなみちゃんが、あの、親と仲が悪くなって、そんなものを見て藤森慎吾が見かねて、俺のせいで家族の仲が悪くなるんやったら、じゃあ別れよ、みたいな記事にはなってましたけど、そんな昭和の話あるかと私は思うんですけどね。 それはやっぱ、当人同士の問題やと思いますよ。そこを親のせいにしたら私あかんわ、ばちゃ当たるわと思うけどな。まあ実際反対してたかもしれんけど、そこを理由にするのはどうかと思いますよ。だって、田中みな実の両親がやっぱり近所からちょっとあの悪いように見られるんじゃんこれ。せっかく二人が仲良くしてたのに、そんな二人の関係を破局に向かわすとはあの両親かわいそうみたいな目で見る人もおるかもしれんしね。 実際ほんまにそうかもしれんけど。まあでも、田中みなみと付き合える人は、誰がおるかなもう70歳ぐらいのおじいちゃんしかおらんと思うよ。何もかも経験して、はいはい、あんたの好きなようにわがままやりなさい、みたいな、器の大きい、70、80ぐらいのおじいちゃんでいいんちゃう田中みなみは。若い子はしんどいって。 振り回されるで、本当に。うん。それでもう、マインドコントロールされて、もう南がいないと僕生きていけないみたいになってしまったら、もう全部吸い取られると思うよ。<laughs> うん。いや、それぐらい真っ正やと私思いますよ。南ちゃん可愛いとこもあるけど。だからでもそういう女の子が好きな人もいるじゃないですか。だから、やっぱりその南のわがままをちゃんと説教できて、 ルーヒとか、もう全部、その受け皿がある、80歳ぐらいのおじいちゃんか、どっちかや。うん、みなみちゃん、幸せになってくださいね、本当に。そして、えっ、ー、と、気になるのがね、フジテレビの昼ドラ枠が来年3月に終了、52年の歴史に巻くということですけどもね。私、ちょっと前にな、なんか噂では聞いてたんですよね。その、バイキングというあの、私も一遍出たことあったかな。 あの、フジテレビの <laughs> バイキングっていう番組があるんですけどね。それが、今1時間ですけど、2時間になるんちゃうかみたいな。で、私がそれを、あの、吉本の芸人さんとかに、そんな話があるみたいって言ったら、いや、絶対ありえへんやろ、って。えっ、ー、と、ドラマとごきげんようが終わるはずないし、って言って、ご機嫌ようなんか一緒でいいけどやし、そのスポンサーの枠があるから、それを蹴ってまでバイキングが2時間になるわけないみたいなことを言ってたけど、結局、ドラマも終わるし、ごきげんよう終わるってなったから、 これ見たことかと思ったんやけど私、言ってやろうと思って。だから多分バイキングは2時間になるんでしょうね、あれ。まあ名前は変わるかもしれませんけど。で、そこにカトパンが入るみたいなことでしょ目覚ましテレビ3月で終了ってニュースに出ましたし、昼の顔になるみたいなことも書いてたから、それがバイキングかどうかわかりませんけど。で、カトパンはやっぱり昼に導入して、ちょっと数字を上げようということでしょ、富士テレビさんが思ってることは。うーん。まあね どうなんでしょう。ドラマを終わらしたり、バラエティを復活させたり、でもバラエティを終わらしたり、そこをドラマにしたりとかいろいろ繰り返しますけど、大変そうですね、フジテレビさん。そして、えー、っと、朝が来たいいですね私は梅という役で出させてもらってます。5週平均視聴率22.8%。10月28日放送は自己最高の23.7%を記録という。 いや、ほんまストーリーええでしょ、これ。私もうこれに携われて嬉しいわ。梅さん。ねえ。で、朝ちゃんも可愛らしいわ。24歳と思えないでしょ。喋ってた。私、朝ちゃん37ぐらい思ってたの。それぐらいしっかりしてんのよ。24歳。それたもうもちろん顔は、あの、若いし、スタイルもえずから20代なんですけど、なんか落ち着いてるしね。 そ二24歳と喋ってる感じじゃなかったから、改めて年聞いていつもびっくりするんですけどね。玉木さんもまたええー、優しいボンボンやけど、根はすごくしっかりしたええ男の役でね、あれが。顔もええしなあのー、いつやったかな先週ぐらいやったかなお茶漬けを食べてるシーンがあって、ね、玉木さんの。もうほんま長谷への CM 思い出して、ずっと私笑ってたわ、横で。<laughs> 長谷玄やと思って。ちょっとね、そういうね、邪念が私すぐ入っちゃうのよね。だからね、あの、笑うてまうねのドラマやってる時って。いやー、みんな演技うまいもんなー。すごい勉強になるわー。はい。で、これね、あの、私が人から言われてすごく嬉しかったのが、やっぱ芸人がこうドラマに出ると、ちょっと芸人のスパイス、面白い。 ところを入れたいみたいなのが出てくるってみんな思ってると思うんですよ。でも実際芸人はそのドラマに入ると別にもう監督の演出通りやりますから、ここでなんかボケ入れたいわみたいなことはしないし、まあする人もおるんかもしれんけど、私はそれは絶対したくないなと思ってるんですよ。真面目にやってそれが成立する。逆にまたそれが、えっ、ー、と、真面目にやることによって、 俯瞰で見て、真面目にやってる私を笑っているっていう面白さじゃないですか、私の場合は。だからそこで絶対ボケたりはしないんですよね。だから梅なんていうのは本当に、あの、影で支える役やから、ちょっとこうオーラを消しながらの役。で、それをね、あの、ある俳優さんが芸人という部分を出さんと、その影の役に徹してるところが、あの、見えてていいって言ってくれたから、あ、そういう見方をちゃんとしてくれる人がおるんやと。 でもそれはもう一周回って、そうすることによってお笑いが成立するんですよという部分もあったりもしてね。まあいろんな楽しみ方をしてます。私も演じながら。ありがとうございます。これからもっともっと面白い展開になりますからね。皆さん見ていただきたいと思いますけども。あと、星野源さんと二階堂ふみさん。 交際報道がね、なんか日刊スポーツがすっぱ抜いてましたけども。でも、お互いは関係を否定しているということで。私、星野源さんは愛子ちゃんとまだ付き合ってるんかと思ってました。でもこれ出て、あ、別れてたんや。でも、二階堂ふみさんともうえ、違うんやっていうね。あの、地獄でなぜ悪いでね、共演して。私も実はこの地獄でなぜ悪い出てましたから、二階堂ふみちゃんの、え二階堂ふみちゃんのお母さん役か私。そうや、そうや。 そうですよ。二階堂ふみちゃんのお母さん役で出てって、その息子の彼氏、彼氏っていうかまあ、あのー、嘘の彼氏になるけど、まあでもラブシーンがあったりするからね。星野源さんですよ。 そこから仲良くなったんやと思うとね、確かにでも、あのー、星野源さんはその途中で雲真っ赤になって、私は共演しなかったんですけど、舞台挨拶でやっと顔合わせできるなと思ったら、その、また再入院されてて、星野源さんと会うことはできなかったんですよ。同じ絵が出てたのに。でも二階堂文さんはね、あのー、昨日源さんと連絡取ってとか、昨日源さんがとか言ってるから、ああ、偉い、仲いいな、とはちょっと思ってたんですよね。<laughs> でもそれは共演者として付き合ってたわけじゃないと思うけど、 あしも星野源さん興味あったから、あ、二階堂ふみちゃんえー、な、星野源さんと連絡取ってるんや、みたいなふうに、ちょっと思ってたの思い出しましたわ。21歳二階堂ふみちゃん。は三37ぐらい思ってた、私。めっちゃしっかりしてるもん。ええー、あの人はしっかりしすぎやな、ちょっと、それやったら。うん。まあ、もう、独特の世界観持ってるからかな。ふわふわしてないし、しっかりしてるし。で、なんやろ。 人見知りが激しいのかなうーん。せけどね、やっぱね、ちゃんとね、監督とは向き合って、ちゃんと喋ってるわ。それはすごいなと思った。うん。はい。まあ、あいろんな面白いことがありましたね。はい。ということで、何でもベスト5行ってみようっと。 なんですかこれは。エロい人が多いと思う都道府県ベスト5。これな、どんなイメージで言うてんの第5位。北海道。あ、そう。北海道は、そうですか。広大な大地で、誰もいないところで、なんか外でみたいなイメージなんかな。<laughs> わかりませんけど。第4位。福岡県。 あ,あ、福岡とか、あのー、その、すすきのね、その、やっぱ北海道札幌は、まあ、飲み屋街が多いっていうのと、ちょっとこう、夜の匂いが確かにするから、そういう意味かなホステスさんも多いやろうし、まあ、ホステスさんが夜かどうかっていうよりは、その、やっぱ夜という匂いがする街やからかもしれないですね。はい。第3位。大阪。ああ。 大阪はまあね、私ね、あの大阪の人の顔の特徴は、ちょっと目が離れてて、ちょっと歯茎が出てるイメージがあるんですよ。<laughs> 偏見ですけど。でもそうなんですよ。ほんまそうなんですよ。ちょっとやっぱ口に癖があって、ちょっと目が離れてる人が大阪多い。 で、えっ、ー、とー、私がよくその、エロい女の人の顔を分析して言っていたじゃないですか、ずっと今まで。そうすると、やっぱり、あのー、ホルモンタンクがある目の下にちょっとこう、ぷくっと膨れてる小林舞ちゃんみたいな。そういうぷくっとしてる人はエロい。ま、あ男で言うと、あのー、津川雅彦さんみたいな。<laughs> ホルモンタンクがある方は私はエロいってよく言うじゃないですか。それと、歯茎の出ている人。ね。 これは絶対にエロいっていう話をしてた。やっぱり大阪の人は歯茎出てる人多いと思う。歯茎まではいかないけど、ちょっと口元の特徴があるね。こう、おしゃべりが好きな人多いから、口が発達すんのかなわかりませんけど。それと目が離れてるのはエロいってよう言いますから。それで言うと、やっぱり顔立ちはね、大阪人はやっぱエロいかもしれないです。2> 第2位。沖縄。あ沖縄はオープンな感じかな それこそ北海道じゃないけど、やっぱりこう、沖縄時間が、あるみたいにゆったりと時間が動いてるか進んでて、で、なんか広いイメージがあるし、自然と、だからエロいことじゃないのよね、その、いろんな行為が。ちょっとこう動物的なところがあるような気がするな。沖縄って。うん。だから、本来の人間の姿を、あの、包み隠さずやってるのが沖縄のような気がする。はい。 そして、エロい人が多いと思う都道府県。第1位は、東京。まあ、東京はね、いろんなところの人がもう、混じり合ってるからね。エロい、だから北海道、福岡、大阪、沖縄の人が東京に集結してますもん、言うたら。それはまあ、総合的にはやっぱ東京になるのかなで、やっぱ、あのー、芸能人、芸能関係の人も多いでしょやっぱ芸能関係の人は、やっぱそれなりに、あの、下事情につながるもん。 うん。芸能界は怖いと思うよ。うん。で、その、ご飯とか業界の人に連れて行ってもらうとね、うん、みんながみんなそうじゃないですけど、やっぱりこう、ちょっと隠れ家的なレストランがあって、個室にはお風呂がついてたりとかね。そんなん見たことないもん、愛媛で。まあでも、愛媛もエロい人が多いと思うよ、私は。うん。エロ話好きな人が多いからね。 6位ぐらい愛媛入るんちゃうこれ。で、まあ東京だからそういうエロい店も多いですしね。うん。単純にやっぱもう人口多いし、いろんな店もあるというところで風俗も多いし。まあこれは1位はまあ東京でしょう。はい。まあそういう結果でございましたと。では、聖子さんバトン立しましょうか、ここで。聖子さんよろしくお願いします。 どんまいちえこのよっこいしょラジオはい、どんまいちえこのよっこいしょラジオでございます。今日は11月7日ということで、11月11日に、やっと発売になりました。田原のとしちゃんとの CD ね。えっ、ー、と、フラストレーションラブという。 トゥルーラブというトシちゃんのシングル CD のカップリングになるのね、これ。だから、ジャケットはトシちゃんなわけ。チェイコは映ってないの。でも、トシちゃんのトゥルーラブを買うと、えっと、チェイコのその、一緒に歌ってるフラストレーションラブも聴けるということでね。で、11月の24日の火曜コンサート これは放送はまだ先になるんだけど、えっと、NHK の火曜コンサートにトシちゃんと出ることになりました。もう観覧希望の方とかもね、もうもちろんもう決まって、えっと、誰が出るかって分かってると思うからもう情報解禁だからいいんだけど、11月24日に NHK ホール大阪でトシちゃんとのこのフラストレーションラブをね、生でね、皆さんの前で歌えるのがすごく楽しみなの。 でね、あのー、ちょっとダンスもあったりとか、やっぱりトシちゃんといえばダンスだから。はい。チェコももう追いつくように頑張ってんだけどね、でもとってもいい歌なんでね、ぜひ皆さんまた覚えていただきたいなと思ってます。あのー、バックーフライデーっていう友近ちゃんが出てる番組でもね、一足先にこの曲を紹介してもらったの。プロモーション V みたいに作ってもらってね。 なかなかこう一緒になれないフラストレーションが溜まってる曲というような、あの、プロモーション部位みたいなのを、ま、テレビ的にバラエティに作ってね。で、それを放送したわけなんだけど、とってもね、いい感じで作ってくれて、皆さん見てくれたみたいでありがとうございました。ぜひ、フラストレーションラブ皆さん、聞いてください。じゃあ、えっと、こちら。ラジオネームは書いてないかな清水ちゃんでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ABC のラジオ祭りに出られるんですね。 仕事中なんでいけませんが、ラジオの放送はあるんですか生で見たかったです。上沼恵美子さんもお姉さんと出られるみたいですね。楽しみにしています。ということで。あ、上沼恵美子ちゃんも出るんだ。お姉さんとへえー、それ楽しみ。ねえ、千恵子もね、そう山内くんと一緒に出るの。恋の話をしましょうね。リクエストしますって書いてくれてるから。じゃあ聞いてもらいましょうか。恋の話をしましょうね。もお願いします。ということでね、いろんな方とまあ、デュエットして、デュエットたらしなんて。 <laughs> 言われちゃうかもしれませんけど、でもとってもいい曲ばっかりなんで皆さん覚えてカラオケで歌ってくださいね。じゃあ今月の一曲を聴きながらお別れしましょうか。はい、今月は岩佐美咲ちゃんで初酒です。よろしくどうぞ。はい、ちえこさんどうもありがとうございました。では最後は、ちえこさんの曇りの血を聴きながらお別れしましょう。というわけで、友近のサトデイミュージックボックスはここまでです。また来週も聴いてください。さよなら。